はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。私もね、来年60なんです。あと8ヶ月かな昔は60って言ったらじいさんの始まりでしたけどね。なんかまあまあ、自分もじいさんなんでしょうけども、なんか自覚はほとんどないですね私には定年がないんでね、定年、会社に属していないし、定年ないし、60になったからといってですね、いつでも年金もらえるでっていう、それぐらいの違いですね。あと、なんか60歳割引とかって使えるやんとか言って、ちょっと嬉しいんですけどね。はい、東洋経済という、まあ、サイトございます。東洋経済オンラインで、これは全く支障ないんで貼っときますけど、こんな記事があります。1日3食食べる人に密かに迫る老化のリスク。1日3食食べたら老化するんですって。健康的に年齢を重ねるために今すぐできることということで、このなんか最初にね、こんなこと書いてあるんですよ。老化の研究や理解はまだ黎明期とはいえ、一昔前と比較すると劇的な進歩を遂げている。そうなの。マウスでの実験ではあるが、1回のリセットで眼球や網膜の再プログラムができ、視力を回復することができるというから、革命の一歩手前と言って過言ではない。リセットって何30年前から老化研究に心血を注いできたデビッド・シンクレア氏は、老化の多くは遺伝子ではなく、いかに生きるかであるという。いかに生きるか、いかに生きるかが遺伝子のスイッチオンオフに影響を与えるので、彼自身は最も健康的な生活を実行しているという。本校ではシンクレア氏など世界の科学者8人のインタビューでまとめた。人類が進化する未来、世界の科学者が考えていることより、シンクレア氏が考える老化を抑える方法を紹介する。1日に3食も必要ないって書いてあるんですけど、質問ね。老化について熟知しているあなたは、実際にどのような生活を送っているのですかって、それ聞きたい。別にその、僕はアンチエイジングということで全く興味ないんですけど、まあ、年相応に老けていくやろうし、体もあるなると思ってるんですけども、一応こういう話ではね、こう読みたいなという気になりますね。最近は健康にますます注意を払うようになっています。20代の頃は、食事の量を抑える沖縄ダイエットをしたことがあります。当時は若かったこともあり続きませんでしたが、と。今は1日2食で朝食は取りません。最近はランチを取らないことも多く、食べるとしても低カロリーのものだけです。あかんわ、昼間からビール権利を3本も飲んでる私、ものすごいカロリーですね絶対ね、長生きできへん。また質問ね。日本では1日3食が健康の基本だと教わります。あまり食事をしない方が健康にいいということですか。お答えですね。すべての人が実践できるアドバイスがあるとすれば、食べる回数を減らすことです。1日3食も必要ありません。サーチュイン遺伝子という長寿遺伝子は、空腹で痩せていないと活性化されない。エクササイズはその遺伝子のスイッチをオンにします。エクササイズって何？体を動かすこと？体をですね、コンポラセンシー、現状満足状態から脱出させないといけません。医学用語では、ホルメシス、毒物が毒にならない程度の濃度で刺激効果を示すことと言いますが、体は殺さない程度に刺激すると強くなります。なんか恐ろしいな。いやそんな殺さない程度って階段を歩いて登ったり、デスクの前で立って仕事をしたり、食事を抑えたりすることで、体はサバイバルに対する脅威を覚えます。それと戦う要素が老化や病気から私たちを守ってくれるのです。私自身、階段を上がるといえばね、自宅の2階上がるぐらいですね地下鉄の駅はですね、エレベーターかエスカレーター使うんですよ。嫌やあれね、しんどいし足腰痛いやん、痛いというか、負担かかるやんでしょ。だからどうでしょうね、駅では ほぼエスカレーターですね。エスカレーターかエレベーターですね。あかんのかそれは。質問ね。
日本は男女の平均寿命が 84.4 歳、WHO 調査2019年と世界一の長寿大国です。ただ長生きをすればいいというものではなく健康に生きたいものですと。これ質問になってないんですけど老化を減速させれば心臓病、がん、糖尿病、アルツハイマー病などあらゆる疾病の進行を遅らせることができます。我々のアプローチの目的は健康寿命を延ばし、その後病気になったとしても数週間で死んでいく、そんな人生。ピンピンコロリですね。現代医学の矛盾はモグラ叩きゲームのように病気の治療がその場しのぎになっていることです。一つの病気にかかれば薬を投与し、違う病気にかかればまた別の薬で治療をする。その繰り返しは我々を死の淵に追いやるわけです。もちろんその淵に防護策を作る必要がありますが、その前に根源的な老化についてもっと取り組まなければなりません。脳を興奮させると老化が加速する。え、そうなん？興奮したらあかんの？質問ね。高齢になってもボケないために脳を活性化させるベストな方法は何でしょうか。心を落ち着かせてストレスをためないことです。脳を広く興奮させると老化が加速させます。老化を加速させます。瞑想をして精神を整えることや記憶力を鍛えることも老化防止につながります。最近ね、人の名前出てけへんねあかんやん、もうほんまに。我々は今エクササイズをしないで、それと同様の効果を与える薬を開発しています。朝の安静時における1分間の心拍数は40代の中間でマラソン選手並みです。これはおそらく私がその薬を飲むことでエクササイズが健康に影響を与える遺伝子のスイッチをオンにしているからでしょう。同じことを高齢のマウスに実施すれば疲れることなく通常の倍の距離を走ることができます。そんな薬あんの？別にいらんけど。老化を遅らせる最も重要な要素は何でしょうか。私が実践しているように暇にならないようにエクササイズすることです。エクササイズって運動の意味みたいですね。やりすぎは関節を痛めるので、マラソンのような激しい運動をする必要はありません。毎日10分程度は階段を使うとか、座り続けずに時折立って作業するとか忙しくてもできることはあります。マジね、地下鉄で座れへんかったら立ったままやん、そんな、うん、やらされてんねほんまに座りたいわーと思ってるんですけどね。帰りはほぼ座れませんからね。行きはね、あの時間によっては座れる。今日も座ってきましたね。よかった、よかったみたいな。体以外に精神面の健康において長生きすることはありますか。複数のキャリアを持つことです。何それ。50歳で訓練を受けてキャリアを変えたり、新しい言語を学んだりするのも良いでしょう。いやそんなめんどくさい。私の父親は80歳になってからシドニーの大学で新たな仕事を始めました。彼は非常に生産的な人生を送っていて、以前よりも幸せに見えます。80歳で仕事を始めた。自分が社会のために役立っていると感じることが重要です。まあいいか、続きますけど、この辺でやめましょうか。これ貼っときますよ。今もう7割ぐらい読みましたけど、6割から7割かな。まあ、そんなに変わったことではないですね。まあ1日3食食うなと。腹8分目は医者いらずって言いますけどね。私もどうでしょうね。ここどうでしょう、7、8年ですね、食べる量がぐっと減りましてですね、どうでしょう、普通の1食分の半分ぐらいですね、半分ぐらい。だからその辺のこう定食屋さんで定食一つ頼んで絶対食べられへん。食べられるんですけど後がしんどい、なんか胃もたれてるってなる。ラーメン一杯をね、波のラーメン一杯を食べるのはせいぜいかな。普通の人それじゃちょっと足りないでしょ。私はあれでちょっと多いかなっていう感じで、波のラーメンで。それをもう7、8年続けてるとですね、体重はどうでしょうね。80キロぐらいだったと思うんですけども、10キロは減りましたね。あっという間に10キロ減りましたね。その今だから、177センチの69キロぐらいをずっと続けてる感じですね。別にだから、これ心がけてやったことではなくて、自然にそうなったんですね。
減らないのは酒量ですね。はい。毎日のようにお酒を飲んでます。これは減りません。長生きしようとは思ってないんでね、私もね。75まで生きたらええわと思ってる。70、まあ逆に言うと75ぐらいまでしか生きないやろうなと思って。病気で長いこと苦しむの嫌ですからね。これ、こてっとこう、ある日突然死んでるとは一番です。それ75はまだ早いかもしれませんね。まあ別に、まあ健康であればね、何歳まで生きてもいいんですけど、そんなこの世にそれほどの未練はないんでね、私の場合は。あれしたい、これしたいとか思わへんし、興奮するのも嫌やし、努力するのも嫌やし、適当にふえーって生きてればそれでいいわけであってですね、あんまりそのね、あの嫌なこともしたくないし、してませんけどね、嫌な人とも会いとないし、会いませんけどね。はい。ということでございまして、この東洋経済のサイト貼っておきますんで、最後の方も端折りましたんで、全部読みたい、自分の目でガツッと読みたいという方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございました。